警視庁の電動アシスト自転車。電動アシスト自転車とは、電動機により、人力を補助する自転車。搭乗者がペダルを漕がなければ走行しない。人力での電動補助のみならず、モーター単体のみで、自走可能な自転車は、電動自転車を参照。イギリスのエピック、トンプソン・エレクトリックユーロクラシックに通常の、 自転車と原動機付き自転車との中間的な車両でペダルを踏む力や回転数などをセンサーで検出し搭載しているモーターによりペダルを踏む力を低減させる。1993年にヤマハ発動機が発売した電動ハイブリッド自転車ヤマハパスが世界初とされる。欧米ではペデリックやエピックと呼ばれており各国で 独自の基準が定められている。最高速度が時速2 5トル最大出力が200から300ワットの国が多いが、カナダでは 20mh500 ワット、アメリカでは 20mh750w となっている。前輪にハブモーターを備えた電動アシスト自転車のベロタクシー、ベラタクシーシティクルーザー、通電源としては初期の製品では、 鉛リ蓄電池やニッケルカドミウム蓄電池、ニッケル水素電池が用いられたが、メモリー効果が発生せず、小型軽量で長寿命なリチウムイオン二次電池にとって変わられている。機種によっては回生ブレーキを備え、減速時にはモーターを発電機にしてバッテリーの充電を行う。バッテリーはフレームの前後や後部の荷台に設置することが多い。 取り外したバッテリーから AC100V や USB などの電源を取り出せるアダプタも市販されている。モーターはボトムブラケット付近に搭載してペダルと共にチェーンを駆動するもののほか前輪や後輪にハブモーターを組み込むものがある。車体形状は警戒車やシティサイクルが一般的だが折りたたみ自転車やクロスバイク 遺憾ベントなど様々な車種に対応した機種も登場している。モーターなしと比較した場合、8kg ほどの重量増となっている。特殊な用途では競輪において戦闘誘導を行うトラックレーサーも存在する。行動用ではないため法律上の制約はなく、時速 60km まで補助が行われる。日本で一般的な携帯の電動アシスト自転車。 ナショナルビビーシェアサイクルで使われている電動アシスト自転車ブリージストンサイクルビッケモブ普及状況自転車産業振興協会の調査によれば一般世帯が保有する自転車のうち電動アシスト車の割合は2012年に 4.4%2018 年調査では7.5%とされる経済産業省の調査によれば2018年上半期に 日本国内で製造された自転車のうち67%、金額ベースでは86%が、電動アシスト自転車である。輸入車については、同時期の自転車輸入台数は、約348万台、対して電動機付きは、約14.7万台である。法制上の定義道路交通法では、人の力を補うため原動機を用いる自転車、あるいは、 駆動補助機付自転車と呼称される。道路交通法で定められた基準を満たせば、自転車として扱われ、原動機付き自転車では必須の運転免許や、ヘルメットの着用及び、自賠責保険への加入が不要となる。普通自転車としての基準も満たすものであれば、車道や路側帯のほか、歩道通行の要件に従い、歩道を徐行、または通行できる。 一方、電動アシスト自転車の基準は普通自転車の基準とは無関係のため、普通自転車以外の電動アシスト自転車も法令上制作可能であり行動通行下である。電動アシスト自転車の出力基準は道路交通法施行規則第1条の3で次のように規定される。第1条の3法、第2条第1項第11号の2の内閣で定める基準は、 次に掲げる通りとする。道路交通法施行規則。e ガブ法令検索。2019年4月19日閲覧。よって、人力と電力補助の最大比率は、時速 10km 以下で1対2。時速 10km から時速 24km までは、1対2から0までの線形低減。時速 24km 以上は1対0である。なお、 補助比率が規定されている一方で、最大出力制限は規定されていない。当初この補助比率は、最大1対1だったが、2008年12月1日より、1対2に引き上げられ、低速度で坂道を登る際により楽になった。この法改正の背景には、国民以外にも、自転車タクシーとして使う、自治体の要望も寄せられていた。さらに、 2017年10月31日より、ミワ電動アシスト自転車で牽引されるための構造を、グビする、リアカーを牽引する場合に限り、補助比率が、最大1対3にまで引き上げられた。これは、自動車等の駐車違反的発対策と労働者不足、取扱い量の増大に悩む宅配便業者からの要望が背景となっている。2013年秋に、 ヤマハ発動機から物流用途を対象としたリアカー付け電動アシスト自転車パスギアカーゴの発売が発表されていたが2014年2月26日に産業競争力強化法の企業を実証特例制度により物流用途のみリアカー付け電動アシスト自転車のアシスト力を当力の3倍まで可能とする法令上の 特例措置を4月下旬頃を目途として創設するというリリースが計算省から出された。なお電動アシスト自転車は駆動補助不自転車として普通自転車同様に形式認定の対象となっており認定を受けた車両は日本における車両基準を満たしていることになる。アシスト機構の効率化や搭載するバッテリーの容量増大によって1回の 充電あたりの走行距離は初期よりはるかに増大し2016年冬のモデルでは1回の充電でロングモードでは距離約 100km パワーモードでも約 59km のアシスト走行が可能なモデルが発売されているさらに前述2017年以降2020年11月30日までは 電動アシスト自転車は2輪または3輪の自転車に限られていたが2020年12月1日改正法令施行により4輪の自転車も含まれるようになった。4輪の電動アシスト自転車も出力補助の条件は3輪のものと同一である。基準不適合車両の問題、フルの電動自転車や電動アシスト自転車の名称で販売されていても 動力性能の制限基準を満たさない自転車については、原動機付き自転車、または自動車扱いとなる。これらをそのまま行動で運転すると、法律上は、原動機付き自転車、または自動車を運転したことになり、様々な法令により処罰されることになる。日本の基準に適合しない輸入車では、原動機付き自転車同様にハンドルにアクセルが付き、 アクセルのみで走行できる機種もあり、日本でもインターネット通販で販売されたこともある。フルの電動自転車は適発され続けている。国民生活センターも日本の基準に適合しない電動アシスト自転車がネット通販で販売されているとして注意を呼びかけている。中国ではアシスト自転車に関する規定がない代わりに、 最高時速 20km 以下などの条件を満たせば、アシスト方式ではない電動自転車でも、自転車扱いを受けることができる。2011年現在、電動アシスト自転車の認知度は低く、自転車市場の1%未満にとどまる。2006年以前は、中国製製品が、それ以降は、ヤマハの他国内メーカーのサムヒョンが参入。2010年には、 中小メーカーを含めて20社程度に増加している。コールアバイクで使われているドイツのペデレク、欧州全体のエピック需要の多くをドイツとオランダが占めている。EU の規定で、モーター出力は250ワット以下、補助は時速2 5トルまで行われる。ドイツやオランダなど、ナンバープレートを付けヘルメットを被ることが、 必須など、アシストなしの自転車よりも義務が増えている。自転車として、同じく歩道を走行できないが、時速 6km までの電動シャイス、走行機能により、歩道走行に対応している電動アシスト自転車もある。補助が時速 45km まで行われる、電動アシスト自転車はさらに免許や、保険も必須である。ドイツ2005年に2万台だった。 年間販売台数は2010年に20万台に達する見込みであり、普及が進みつつある。近年、欧州でブームとなったスポーツタイプの電動アシスト自転車が日本においても発売され、いいバイクと呼称されている。当初からスポーツタイプの電動アシスト自転車が主力でいい。 バイクイコールエレクトリックバイシュクル、エレクトリックスポーツバイシュクルであった欧州に比べ、先にママチャリタイプの電動アシスト自転車が普及していた日本においては、スポーツタイプのフレーム等を使用したモデルを E バイクと区別して呼ぶか、あるいは電動アシスト自転車全体を指すのか、明確な定義は存在しないものの、サイクルモードや雑誌、メーカーサイト等においては、 ママチャリタイプと区別して使用している例が多い。電動アシスト自転車の普及に伴い、これを観光の分野に導入し、二次交通として活用する動きが広がっている。携帯を大別すると、レンタサイクルシェアサイクルガイド付きツアーとなる。特に外国人観光客が増大し、また国内でも個人旅行客が増加しつつある昨今、電動アシスト自転車は、 観光客の足として、またそれ自体が体験となる、新たな観光ツールとして普及が進んでいる。主に地域として取り組んでいるのは、などがある。また全国的に展開する、サイクルベースアサヒや、ジャイアントストアなどの販売店や、各種レンタサイクルショップにおいても個別に、電動アシスト自転車や、e バイクを、観光客向けに貸し出している。 電動機によって加速が増すため、片足だけでペダルを蹴る。けんけん乗りをすると意図せぬ急発進をしたり、滑りやすい路面でペダルを強く漕ぐと降臨が簡単に、スリップする危険がある。ありがとうございます。